天空の城とは山岳部にある城郭跡の画商です。雲海が発生しまるで空に浮かんでいるように見える景観をそう呼ぶとのことです。天空の城で有名なのは他に福井県の越前大野城や岡山県の備中松山城がありますが、中でも武田城は日本のマチュピチュとも呼ばれ、天空の城ブームの火付け役となった城と言われています。そのきっかけは2007年、アマチュア写真家吉田俊久さんが撮影した雲海に浮かぶ武田城跡の写真が紹介されたこと。これを見て日本全国からその姿を収めようとたくさんの人々が集結。さらにその後テレビ CM に武田城が取り上げられ、一気に人気が出ます。これによって武田城は年間60万人以上が訪れる一大観光地となったんですね。実は武田城はそれ以前にも映画の撮影で天守、門、塀などのセットが築かれるなどいろいろ使われていたようで、城好きとしては実際に建物が建てられたこの姿にもかなり興味があります。雲海は秋から春にかけての早朝に発生しやすいと言われており、朝晩の気温差が大きく湿度が高く晴れた日というのが狙い目だということです。ところで他の天空の城と比べてみると武田城には少し違うところがあります。それは武田城には一つも建造物がないこと。越前大野城や備中松山城には小ぶりながらも天守や櫓が立ち、城という雰囲気を醸し出しています。山頂に築かれた石垣の上に建物が並ぶ姿は素敵ですよね。ところが武田城には建物が一切ありません。石垣しか残っていないこの城が天空の城ブームの火付け役となったというのは、よく考えてみると不思議なことですよね。いくら雲海に浮かぶからといっても、石垣だけでここまで有名になるというのはなかなかのことです。ですがその理由も武田城の石垣を実際に見てみるとよくわかります。敵の侵入を難しくするために何度も折れ曲がるルート作り、要所に櫓や門を配置するための出っ張りや引っ込み、武田城の石垣は巧妙かつ複雑に築かれており、これを築くには相当な手間がかかっているんだなと実感せざるを得ません。現在見ることができる武田城の石垣は日本屈指レベルということ。もうただの石垣ではないのです。その手の込めようから生み出された美しさが多くの人々を魅了しているということですね。しかもこの石垣は約400年前からほぼそのままの状態で残っているという貴重なものなのです。さらにこの石垣の上にはいくつもの建物が並んでいたと考えられており、武田城は私たちが想像するよりかなり立派な城だったということなのですね。全国屈指の規模で築かれた石垣が雲海に浮かぶことから多くの人を魅了するんだということが言えると思います。武田城すごすぎますね。しかしよく考えてみると、この武田城の異様な豪華さは謎につながります。そもそも三冠の山城である武田城に現在まで多くの人を魅了する立派すぎる石垣が築かれていたというのは不思議なことです。この石垣が築かれたのは1584年頃、その時の武田城城主は西村正弘という人で、石高は2万2000石、いわば小さな小さな大名です。お金もない大名がこんな立派な城を築くことができたのはちょっと考えられないことです。以前このチャンネルで紹介しました美濃の内井城は1万石クラスの小大名がコツコツ築き上げた城なのですが、建造物を含めて武田城の様子とは全然違います。どうして武田城は小大名の城にもかかわらず全国屈指の石垣が築かれる豪華な城になったのでしょうか。それには武田城の整備が当時の政権の後押しによって行われたことが考えられます。そしてそこにはそれを命令した天下人の考えが見え隠れするのです。おそらく武田城はある目的のために多額の費用をかけて整備されたのでしょう。そしてその政権が交代し、新しい実力者の大きな考えによって城主西村正弘は悲劇的な最後を遂げ、この城も使われなくなるのです。ということで今回は天空の城として有名な
武田城を訪問し、その豪華な石垣や廃城の謎に迫ります。では武田城の簡単な歴史を見てみましょう。武田城は田島守護であった山梨によって築城されました。山名家の重臣太田垣氏が代々城主を務めますが、戦国時代には織田信長と毛利氏の間であれこれ立ち回るようになります。織田と毛利の戦いが本格的になると、織田家武将羽柴秀吉は弟秀長に3000の軍を与え、武田城を攻略させます。この時武田城がいち早く攻撃されたのには理由があります。一つはここが交通の要衝であり、毛利軍に味方する田島諸将の動きを抑えるために必要だったこと、そしてもう一つはこの城の近くに生野銀山があったこと。生野銀山は日本有数の銀山で、後の時代では全国の 83% の銀を産出する規模を誇ります。ということは武田城を攻略すれば田島支配が容易となり、また銀山によってガッポガッポ儲けることもできたということですね。これは見逃せません。そしてこの地方は織田軍によって攻略され、羽柴秀吉は弟秀長を有子山城に、秀長配下の武将桑山重春を武田城に入れます。さらに本能寺の変によって信長が応死し、秀吉の時代になると秀吉は冒頭で紹介しました斎村正弘を武田城に入れ、この時に現在見られる立派な石垣などが築かれたと考えられています。ということで武田城は交通の要衝にある重要な地で、近くにある生野銀山を支配できる城でもありました。斎村正弘が城主となった時に立派に整備された城の跡が残っていますので、現地に行ってみましょう。今回武田城には車で向かいました。 JR を使って武田駅で降りれば鉄道でも行けます。駅からは城の跡に向かって坂道を登っていくので、本当はこちらの方が城を楽しめるのだと思います。車では武田城がある山の中腹までしか行けず、そこから山頂までは徒歩などで向かうことになります。山城の里という施設がありますので、そこを目指しましょう。ここには無料駐車場やトイレ、自動販売機や案内所があります。ここから歩いて30分ほどでしょうか。山道をうねうね登って城の跡を目指します。タクシーやバスも出ており、体力を残しておきたい方はそちらを利用してください。道は広くアスファルト舗装してあって歩きやすいです。歩いてる方が大勢いました。たまに車が通るので気をつけてください。料金所にたどり着きました。これまで建物のない山城で見学料金を取られるということはほとんどなかったのですが、ここは珍しいですね。まあそれだけ多くの方が訪れる人気の城だということです。いろいろ整備にもお金がかかると思いますし、管理ありがとうございます。城内の見学は一方通行のルートが決まっています。この辺りもなかなか珍しいですね。武田城は標高 353.7m の山上に築かれており、中心部は南北約 400m、 東西約 100m に広がっています。見学は北千住から三の丸二の丸と進み、天守台から絶景を眺め、その後南二の丸から南千住に抜けるコースとなっています。花屋敷には立ち入りができず、上からちょっと見るだけです。では天空の城の中心部に行ってみましょう。
天守台にやってきました。一面12メートルほどの少しいびつな形をしており、いくつか礎石があったことが確認されています。天守の姿は分かりませんが、かなりしっかりした建物があったのだと思います。現在は階段で登るのですが、当時は天守の隣にあった付け櫓から天守に入ったと考えられており、なかなか複雑の構造をした建物だったのですね。この天守はまさに城の中心にあり、山麓の城下からよく見え、まさに城主の権威を示す見せる建物であったようです。武田城の跡からは多くの瓦が出土しており、その量は田島では群を抜いているそうです。中でも秀吉の朝鮮出兵以後に導入された高麗瓦や姫路城と同じような作りの瓦が発見されており、武田城には豊臣政権の終わりに近隣大名の援助によって築かれた建物があったということが推察されているようです。また魅力的な武田城の石垣は織田信長の安土城の造りと似ているという特徴があります。安納積み技法という石積みで、場所によって積み方に差があるようで、これは何人かの棟梁によって区分けられ工事された可能性があります。これらの石はこの山にある何箇所かの採石場から持ってこられました。武田城は一流の職人集団によって築かれた石垣の上に瓦葺きの建物や複雑な構造の天守が上がる、なかなかすごい作りをしていたということがわかります。そしてその築城はわずか2万2000石の小大名の力によってできるものではなく、巨大な力による命令により、周辺の大名の協力によって行われたということが想像できます。おそらく斎村正弘を城主に任命した豊臣秀吉による命令だったのでしょう。ではどうして秀吉はこの小さな山城を立派に整備させたのでしょうか。それは武田城の近くにある生野銀山支配のためと考えられます。この重要な地にある城を信頼できる家臣に管理させ、銀山と交通の確保をしっかり行わせたのです。武田城を任せられた斎村正弘とはどのような武将だったのでしょうか。正弘は武田城から相当遠くない辰野城を治めた赤松氏の支流でした。織田毛利の間で立ち回っていたのですが、1577年、秀吉の播磨侵攻の時辰野城を明け渡し、丘陵安堵を申し出ました。しかしそれは認められず、辰野城は秀吉に取り上げられてしまいます。正弘は仕方なく秀吉の配下として働きます。賤ヶ岳の戦い、小牧長久手の戦い、四国の駅でも勝ち須賀の与力として活動、その後武田城主に任ぜられます。本当は辰野城に復帰したかったでしょうが、辰野城は福島正則に与えられてがっかり。しかし秀吉は給料回復ができなくてもめげずに使える正弘にだんだん信頼を置くようになったのでしょう。生野銀山を守る重要な武田城を任せ、その城を豪華に整備させたのです。正弘はその後も九州征伐、小田原の駅、朝鮮出兵にも参陣し、豊臣のために働きます。やがて秀吉の仲介により、後に五大老の一人となる宇喜多秀家の妹と結婚、辰野城に戻ることはできずとも豊臣政権の中で活躍するようになりました。現在見られる武田城の石垣やわずか2万2000石の領主の城としてはちょっと豪華すぎる理由がなんとなく分かりましたね。そこには生野銀山支配を狙う秀吉の思惑がありました。武田城は秀吉の支援によって整備された城だったのです。しかしこの斎村正弘と武田城は悲劇的な最後を迎えることになります。秀吉の死後、正弘は
関ヶ原の戦いで西軍に組みし、丹後田辺城攻撃に参加しますが、関ヶ原本戦で西軍が敗れると武田城に帰還します。その時急行があった東軍の亀井惟典から連絡が、東軍に降伏し西軍の鳥取城を一緒に攻めようというものです。亀井存続を願う政宏はこの話に乗り、西軍から東軍に乗り換えて鳥取城を攻撃し、城下を焼き討ちします。少ないですが、東軍として働いた功績によって政宏は徳川への敵対心がないことを示すことができたはずでした。しかし戦後、徳川家康の政宏の処分は目を疑うものでした。それは鳥取城下町を焼いたことによる罪で切腹。これはちょっと変な話ですね。政宏は援軍として参加しただけで、作戦方針が悪く放火による被害が出てしまったのなら、総大将の亀井が責任を取らされるべきです。ところが亀井はおとがめなし、その後3万8000石の鹿の城主となります。政宏は焼き討ちの責任を一人で取らされる形となったのです。これについては亀井による残言があったと言われていますが、真相は分かりません。この時西軍の主力であった宇喜多秀家は関ヶ原から逃亡中、義兄弟であった政宏に秀家をかくまっているという疑惑がかけられたことも原因かもしれませんね。しかし豊臣の息がかかる斎村政宏を武田城から追い出し、生野銀山の支配をがっちり固めようという家康の思惑が見て取れそうです。政宏は鳥取の寺で自刃し、その後武田城も廃城となります。徳川家康は田島の鉱山を直轄地とし、生野銀山は江戸幕府によって開発され、周辺地域は一気に繁栄したと言われています。全く使われなくなった武田城は自然に戻っていきます。現代になって多くの人に知られる有名スポットになるなんて誰も思っていなかったのでしょうね。